1983年、日本映画界は一人の男に喝采を送った。金子昌司。彼の生き様は伝説となって今も語り継がれる。映画だよ。俺が主役の映画作るんだ。一度は自ら牙を抜いて市民社会の幸福な生活に埋没しようとした男が悔い改めて家庭を捨て知らぬ道に戻る。これ映画化してよ。みんなで大きく羽ばたこうぜ。さて、何切っていきますか。昔は俺と一緒に泥かんで泣いた子だったんだぞ、この野郎。あの人には残された時間がないの。金子の龍二が見たいんです。この映画中止にしよう。世の中出したくないわ。ふざけたこと言うな、この野郎。僕の映画じゃないよ。金子の映画でもないよ。お前の映画じゃねえかもしんねえけど、これは俺の映画なんだ。よっせ。俺の芝居はダメなんだよ。俺は龍二になってないんだ。あなた素敵だったじゃない。龍二になって早くこっちに来て。冗談じゃねえよ。